おはようございます、おぎそです、よろしくお願いいたします。何か質問があれば遠慮なく質問は星印をつけて。今日はちょっと午後の配信になってしまいまして、申し訳ありません。遠足があったんで、遠足に付き合ってました。アジサイを描いていこうと思います。アジサイをですね、よろしくお願いいたします。マイク入ってるね、マイク入ってるね、チップチップチップ、マイク入ってるね。 OK OK。 ちょっとあと、あれですね、鬼工業のちょっと今日音声がめっちゃ悪いと思います。すみません、ほんと申し訳ない。撮り直せないんで、まあ撮り直してもいいかぐらいの、あの音声の悪さだったんで、ちょっと本当申し訳ないです。それ用にまたマイクは買いまして、今週明日の分はマシだと思うんですけど、ちょっとすみません、結構数が多かったので慌てて、撮りました。ちょっと初めだけちょっと暗く進めさせてください。字が見、字というかあれが見えないと思いますので、ちょっと暗く始めさせてください。鉛筆の線がね、これでも見えにくいかな。 F でちょっと書き出しております。ちょっとね、もうやっぱカメラとかを使ってやっていかないとスマホが熱々になるんで、あの撮影をですね、結局45分の今週は8本撮ってるからですね、まあそんな感じになるので、 1,2,3,4,5枚、4枚もあれば5枚もあるんですね。そういうのをまずしっかり観察しておくことですね。4枚もあれば5枚もあるぞとか、この辺に影なってるぞとか、いやアジサイ大変ですね。アジサイになりました。アンケートを取っておりましたけど、アジサイになりました。まあなるかなとは思ったんですけど、あ、こんにちは皆さん、 YK さんもこんにちは、あ結構来てるね。伊藤あみちみちさんもこんにちは。あれ、おあ、お兄ちゃんが起きました。あれ、ちょっと待ってくださいね。あ、みちみちさんこんにちは。あら、チャットが動かん。癒しの風景さんも、夏伊藤さんも、大高さんも、赤坂さんもこんにちは。あ、M ドアさんも、癒しの風景さんも、恵子さんも、黒沢さんも、絵の具さんもそうですね、こちら晴れましたね。佐々木さんも、佐藤子さんも、赤坂さんも。すみません、今日はちょっと遠足がありまして、お兄ちゃんが今そして起きました。弟くんもずーっとぶっ倒れるように帰ってきて寝ておりましたけど、もうちょっとね。そして今宅急便が届いて、最悪な状態になっております。手伝えずにごめんなさい。ちょっとね、もうカメラとかをですね、まあ、壊れてしまってですね、今まで使ってたこうカメラが壊れてしまったんで、ちょっと買い替えて、それのマイク自体なのか、ちょっと音量の調整みたいなのが うまくいかずに、やっぱですね、動画ってね、音なんですよね、結局ね。マスキング液使いたいとこですけど、今日もやめときましょうかね。マスキング液を使うと若干こう、皆さん難しいという方が多いみたいなので、よいしょ、まあ初心者向けですね。あ、今朝はお二好評ありがとうございました。修正いたしましたと。少しライブ見れそうですと。のりおっちゃんさんもこんにちは。ハッピーエスさん、ライブとても嬉しいです。韓国からですか、ハッピーエスさん。うえ、嬉しいですね。今は、まあ韓国は時差ないでしょうけどね、ちょっと見てみよう。世界時間で見てみよう。アメリカの方はどうなんですか。クアラルンプール、アメリカ、ニューヨークは2時ですね。ロンドンは朝7時ですね。パリは朝8時ですね。ヨーロッパの人は見れるかもしれないけど、アメリカの人は無理でしょうね。夜中2時、3時ということでございます。まあ、アジサイがめちゃくちゃもう咲いてますわね。ほんとね。よいしょ。で、来週からちょっと北海道ですね、木曜日からかな、木金土日月やったかな、北海道に参ります。よかったら北海道の方ね、ご連絡いただければ。まあちょっと適当に、札幌あたりもなんか飲み会がありそうな感じですね。
あとは旭川あたりにも来てくれるというような感じの人もいたりとかなんとか適当にやりますけど、はい、ちょっとね一部だけでもこう、これも全部書くのきついですね。ほんま全部書くのきついけど、やっぱ下書き書いとかんといかんかな、うん、ちなみにこれは今遠足に行ってきたところで写真を撮ってきました。アジサイ、うちの我が家の庭のアジサイはガクアジサイで、コメントにですね、花がいっぱいついているところがどう描くのか見てみたいですっていう、私のところのガクアジサイは5輪ぐらいしか咲いてね、一つの花に、1,2,3,4,5 ぐらいしか咲いてないんですね。スマホ熱々になるとバッテリー寿命が短くなるのに影響あるみたいなんですが、そうなんですよ、もう長時間撮影すると熱々になるからですね。だからその撮影できなくなって途中で飛んだりする、まあね、冷房とかで部屋冷やしたりとかするんですけど、だからちょっとこうもうカメラでやろうと思ったんですけど、カメラのまだ音量がですね、で今日もまたその外付けのマイクを買いまして、またとその15,000円ぐらいですねだからそういうこう機材でお金が飛んでいくんですけどね、まあこうしゃあないなとは思うんですけどね。まあ三脚とかはもうある程度ねいいのがあるので、まあまあそういうもんですよ。 YouTube をやられる方はぜひぜひ、そういうところにお金絶対かかりますからね、皆さん覚えておいてくださいね。そうなんですね、ということでございます。時差ボケはないですということでね、菊池さんもこんにちは、レイボーさんも間に合いましたね。え、大丈夫でした？なんか和歌山の僕もちょっと親戚がいるので大丈夫でしたかって言ったら、なんか知り合いが車が使ってしまったとかね、え、もうちょっと台風のちょっと心配ですね。どのあたりが結構あれが被害が出てるんですかね、ちょっとこう心配ですね。で佐賀ももう相当水害に毎年やられてまして、去年もなくて一昨年もなかったですけどね、ちょっとマシだったんですけど、2019年と21年はやられた記憶がありますから、去年はなかったか。もう本当にもう大変で、もう水害はですね、もうピュ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 、ちょっと全部書くのきついから軽めにこう書く部分とそやない部分みたいな感じでやっておこうかなと思います。いやー暑かったもう頭がポホッとしてます。遠足ですね。先生、このパレットのところにある透明な棒、あ、これね、これで映ります？映ります？単にこことここにここにね、棒、木をただつけとるんですよ。引きんで見せたいんですけど、ちょっとね、見せましょうか。ちょっと見、わかるかな？わかる？これ木。で、こうやってこう、手前にも木があるんですよ。こうやって手前にね、ごめんなさいね。で、その木をつけて、紙よりちょっと高くして、その上にただワンチンという代わりで置いていて、昔はねこれ、木の棒にやっていたんですよ。でも木の棒にすると要は画面にこれね、木の棒ね、そうするとほら影落ちるでしょ。で影落ちると見にくくなるじゃないですか。だからちょっと影が透明の方が見やすいかなと思って、木からこの透明の棒にして、絵からちょっと高さをつけて、では手がくっつかないようにしてるということでございます。はい、今日は東京やっと快晴になりましたということです。いいですよ、質問ね、星つけてくれたら気づきやすいので、おじさんという民族は気づきにくいのでですね、皆さんそのお許しくださいね。一人でやってますからね、これのアシスタントでもいたらこうね、なんかあれなんですけど、基本は全て一人でやってやるぜこの野郎ぐらいのことでございます。一番はね、そうお金もかからないしね、大儲けできたらいいんですけどね、大儲けできませんので、ね、なかなかね登録者がね、あ、おこれちょっと衝撃的な、これちょっとお兄ちゃん昆虫大好きなの皆さん知ってますよね。お兄ちゃんまだ寝てるかなと。ここにね、ちょっとピンと合わないと思うんですけど、ここカマキリいるカマキリいたうわー、カマキリいた。ちょっとびっくりしました。
お兄ちゃんも今日ずっと昆虫を取れと言うて、まあモンシロチョウは、約5匹捕まえすぐキャッチ&リリースしまして、あとはあまりいませんでしたけどね。バッタを捕まえたり、まさかこんなところにカマキリが映り込んでいようとは、ああいう感じですね。今日透明水彩をします。透明水彩でございます。びっくりしたね、こんなね。ちょっと葉っぱの位置とかももうぐちゃぐちゃになってきましたけど、まあまあまあちょっとずれてたりとかしますけどね。しかし考えてみたらね、ほんと生成 AI のやつでいくつかコメントをいただいて、いやー本当に仕事がっていうかね、あの著作権侵害的なのも相当いっぱいあるみたいですね。なんかねすごいこうなんかちょっとそういうメールをいただいて、おじさん全く知らなんだみたいなね感じですね。そう、音声ね、映画やドラマなんかでも音で、無理やりつないでたり違和感なくしたりしてますとね、やっぱりね、ミュージックビデオです。ご回答ありがとうございました。子供カマキリですね。私のアイコンも実家のアジサイです。はい、春花水木さんね、という感じでこうちょっと鉛筆でシャシャと撮っていきました。次こうどうしていこうかなっていう感じで進めていくんですけど、ここすごい大事なんですけど、まあうまくいくかわからないですけど、こう影のところというところをずっと、まあ、ある程度一色単にこう見ながら、影ですね、あのアジサイの中の影と葉っぱの中の影つながってこういう風に見えてきますよね。でこういったところを一つに、暗いところをつないで、ちょっと見ながら、それを一つにこう描いていってみようかなと思いますよいしょ。パレットいつもね、あれまたよいしょ。いやーね、子供のカマキリおるとはね。これお兄ちゃんさんの向こうで見せてあったら喜んだやろうな失敗したな。よいしょ、間に合いましたと。あ、もうちょっと大きい筆がいいかな。これぐらいでいきましょうかね。ちょ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 、このあたりかな。水をたっぷりつけて、水をたっぷりつけて、ちょ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 、ねえ、水だけでとりあえずやっていってます。何をやってるかわからないかもしれませんが、ちょっと水をたっぷりつけて、これちょっと水の筆にしましょうか。水の筆ということで、どれぐらいかな、これぐらいかな、ちょっと細めの筆でいこうかな。ぷっぷっぷっぷ、どこに水やったっけわからなかった。ちょっとこの辺はもうちょっとピンクですね。ピンク味がかってますね。この辺にあるのはオペラですね。ピンク味がかってるねとか、まあ、初心者の人向けに、なるべく優しく書いていこうと思うんですけど、どこがやねんといつも突っ込まれるおじさんです。どこがこんなもん初心者やねんと突っ込まれますけど、まあね、できそうな感じするでしょ。あら、ハッピーさんありがとうございます。こうウォン、これはウォンですか。2000ウォンはいくらなのかわからないですけど、うわありがとうございます。もうハッピーエスさん、もう韓国も行ったことないですよね。近いからね、行きたいなとは思うんですけどね。韓国料理美味しいですよね。お酒も皆さん強いですよね。絶対あの僕は負けると思いますわね。若い頃やったら頑張れたでしょうけどね。昨日は知り合いとちょっとお食事ありがとうございました。あ、つけてしまったお食事に行って、美味しいイタリアンをありがとうございました昨日は。はい、もう急遽呼び出してもうて、よいしょ。お、かわいい弟ちゃんの声が聞こえます。知ってます、今日は野球をやっていることぐらいはもちろん知っていますが、ありがとうございます。もうハッピーエスさん、韓国の方なんかな、日本人の方なんかな、どうなんかな。まあ、紫とピンクをこう入れながらですね。
水をつけてないで書いていく部分っていうとこ、ここの辺はもう水なしで書いてったりとかしてるからグググッとこう見えてきたりとかしますよね。よいしょ。もうちょっとこう青みがかっている感じみたいなのも少し差し込んでみてもええかなとか思いながら。台風本当にね、皆さん本当注意してくださいね。もう注意しようないと思いますけどね。もう結構やられ、台風とか、あれをやられてるんで、佐賀はね、また、被害とかがね、あんま出てないことを祈りたいところですけどね。また水だけでやるところがあったりとか。で、この辺からは葉っぱです。葉っぱね。あ、200円です。いや、いいです、いいです。もう、そのお気持ちで十分、もう200円でも、チューハイが飲めますので、ありがとうございます。チューハイが飲めるぞと。やったーと。いや、気持ちでいいんです、そんなのね。もう、本当にもう。嬉しいですね。ちょっとこう、ここのところは青みがかった緑みたいな感じにしておいてもいいかな、なんて思いながら、少しこう、水と、ね、ありがとうございます。本当にそんな気持ちやからね、100円でもね、50円でもね、そんなもう気持ちやからですね。こうやってね、もう900本も作ってたんやなっていうね、たまに自分でもびっくりしますけど、まあ、ライブ配信だけでも189回目。でもおかしいんちゃうかと自分でも思いますもんね。ほんとね、思いますよ。でもしっかり出てるところ、出てるところっていうのはちょっと出してあげたりとかして、影がどの辺までかいいなとね思ったりとかしながら、でこういうところちょっといろんな遊びですね。僕なんかはこういうのを遊んであげた方が面白いんちゃうかなというのが、ここのところを思ってる見解ですね。単色でぎゅーっとこう描いていくんではなくて、なんていうかね、こうね、ちょっとこちらの画面にしておきましょうか。よいしょ。よいしょ。ピピ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 ピ。で、またこう、アジサイのところに来ましたね、この辺ね。お兄ちゃん起きてないな、この感じだとな。めっちゃ寝とるな。1時に遠足の、なんか最後のご挨拶みたいな時に、妻の肩で寝出して、弟ちゃんは、ツイッターと同時に、お父ちゃんの肩で寝出して、二人とももうめっちゃ寝て、遠足中寝てましたが、よいしょ。めっちゃ寝とるな。大丈夫かな。よいしょ。またこう影のところとかっていうのを少しですね、こういう土台を作るとかっていうことね、やっぱこう大事なんですけどね、本当にね、こう皆様も覚えていかれるといいのになぁと思いながら見てます。よいしょ。ビュ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 。日本人ですか。ああ、21年間韓国在住。うわあ、そうですか。結構ね、本当にこう、海外在住の方で日本人でね、見てくださって、日本語が恋しいって、嘘くさい関西弁にね、出会ってしまったっていう人意外といますもんね。オーストラリアの方とかね、オーストラリアで通訳とかしながらとか、そうなんすか、みたいな感じでですね。僕の教えてた学生さんで韓国行った子いるな。元気してるかな。在学中に留学してもう韓国大好きで、入学した時から大好きで、めちゃくちゃ好きで、それでなんかコロナに なる前ぐらいに韓国に1年留学して、で向こうに素敵な人かなんか作ったかなんかでで遠距離の恋愛になってしもたみたいな感じで、おわそうなんかええみたいな話をちょっとした記憶がありますね。元気しとんかね、そういうのね。よいしょ。よいしょ。ちょっとこう乾かんうちにも書けるところとか書いたりとか、少し土台とかをどん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 作っていってます。
外側から描いたりとかですね、もう本当にこう細かいんで時間がすごいかかりそうな、なんかドキドキしてきた、あ、終わるんかいなみたいな感じで、うん、若干ちょっとおじちゃんちょっとドキドキとしてきましたよ。21年間か、僕が21年前って言ったら、26ぐらいの時ぐらいか、すごい長いね。よいしょ、あれ見ましたよ、イカゲーム、めっちゃ面白かったですよ無理やり韓国の愛の不時着を見ようか迷ってるという、そのぐらいこう世の中とちょっと遅れているおじさんですけど、愛の不時着を見ようかどうか、北朝鮮に不時着しちゃう話でしょ、なんかね適当なこと言うてます。はい、ね、何書いてるかわからんね、申し訳ないねこれね。アジサイが一番好きです。僕もアジサイ好きなんですけど、アジサイね、あれが好きなんですよね、やっぱ、山アジサイみたいな、ガクアジサイみたいな、山アジサイみたいな、昔からのこう原種ですよね、原種のこうアジサイみたいなんです。これどこや、ここがこれで、あ、わからんようになって今一緒好きなんですよね。なんかでもうちの妻が今若干ガーデニングにはまりだしておりまして、いろいろアジサイを買うてきてましたね、なんかね、それのこうあれを一生懸命勉強してはりますわ今ね、うえーと思って。アジサイなんかもなんかもらったりすることあって、こう植え替えたりとかしてもなかなか難しかったですけど、アジサイって実際はすごい強いんですけどね、なんか時期とかそういうのちゃんと今やったらインターネットで調べれるからね、え YouTube とかで見れるから便利な時代になったなって思いますよね。よいしょ、またセピアとかをちょっと入れてみたりとかして、これも、アジサイのちょっと花みたいなの、うん、影とかをどん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 、あ、起きましたね。はい、叫んでます。ね、やっぱ難しいと思いますよ。これだけね、花びらありますからね。お兄ちゃんが起きました。よいしょ。よいしょ。こんにちは、やっと NK さん。NK さん。NK さん。あれですね。あそこの、あれでいいですよね。はい。ここにカマキリいますね。はい。もうこちらにももう絵の具つけ出してしまいました。もう絵は、いっちゃいっちゃい。よいしょ。ちょっと序盤ね、とにかく面白くない、とにかく明るい安村じゃないですね。うちの兄ちゃんが今、頑張って、モノマネばっかしてますよ。とにかく明るい人を頑張ってますよ。どこやどこやとか言って、どこ書いてるかわからなる。おじさんでもそうなりますからね。皆さんも絶対なりますよね。なります、なります。おじさんでもなるんですから。超。よいしょ。まあ、特になんかこう全部こう、こっちの方とかまで書こうと思ったらこう肩肘張ってやらんといかんので、少し例えば前半の段階とかでは少しこっちの方にグラデーションを少しこう書けるような感じで少しこう弱めにしておいたりとかしてしておいたりすると、まあ後からうまいことフォローしやすくなったりしますので、あんまりこちらの方までギュ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 ッとこうやりすぎないようにしてあげてもいいかなと思います。もう一度言いますけども、影の部分とかをこうつなげてみてますね。お絵かき教室で一番初めに描いた花がアジサイって結構こう難しい花ですよね。ねえ、何が一番難しいんですかね。案外バラとかも難しいですよね。皆さんが知っている形のもう頭の中にバチッとある花って案外難しかったりするんですよね。イメージがねしっかりこう ありすぎて、なんか例えば石膏像なんかでもヘルメスとかもうベタなやつね、ベタなやつとかって難しかったりするんで、あ、やばい、マスキングテープがちゃんと貼られてなかったね、なんですけどね。
正直何書いてるか分かんないですよね面白いですね。ちょっとこちらの OBS というところ の, あの上からの画像のやつちょっと明るくしますね。多分こちらの方は違う、まあ、こちらの方が色は近いかなと。初めのうちはちょっとあれだったんで、鉛筆の下書きの線とかがですね、これが近いかな。後ろの方はこうブルー系のあれがベースにあって、ピピ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 、怖いと言ってますね。お兄ちゃんですね。どうしたんですかね。大きい声でなんか言うてますね。よいしょ。まあ後ろの方とか、まあこの辺までも少しこうですね。で一度僕アジサイを描く動画みたいなのを上げてるんですけど、あれに関してはかなりこう絵の具をこうたっぷり塗るスタイルでいきましたけど、今日はちょっと薄めにしようかなと思ってるんですけど、まあそれが、いけるかどうかは分かりませんが、最後までねやっぱりいつものように油絵の具のようにごってり塗っていってしまうような絵を描いてしまう可能性もありますが、どうなるか分かりませんが、私の悪い癖で、まあでもなんかそういうの好きなんですよね。ちょっと乾き出しているところによりこう濃い影みたいなのとかを2層目を塗り出していってます。でライブ配信に関してはだいたい1時間半ぐらいをめどに、今日3時1分から始めましたんで、1時間半ぐらいをめどにいつも終われたらなというふうに思いながらやっていってます。詰まったらあれですね、芍薬を描いて失敗しましたと。今日は Facebook のお友達初対面ですが、珍しいアジサイ何種類かいただきましたので夕方差し、ということですね。パステルマンさん、あ、パステルマンさんこんにちは。 J 渡辺さんもこんにちは。ライブ配信200枚近く描かれているということね。異形ですねって。だから、ほんとね、もうね、ちょっと頭おかしいんですよね。自分でも知ってるんですよね。で、ちょっと YouTube に関してはね、やっぱ面白いですよ。全然飽きないんで、もう最近は若干 SNS、Facebook やら Instagram とか飽きてますんで。もう飽きてますんで。あんまりこうね、更新とかしないですけど、やばいなと自分でも思ってるんですけど、ちょっと何書いてるかわからないでしょ。そういうところが面白いですよね。で、ちょっと本当にこの段階でこう、まあ、アジサイはなんとなくこう、赤系、ピンク系、紫系、ちょっとこう、花のところは、青系、緑をちょっと足してみたりとかも今しだしてますけどね、という感じで、少しこう置いていってます。面白いんですよね。何が面白いかもう自分でもよく分からんけどよく分からんけどね。昨日あの山田五郎さんの YouTube 面白かったですよ。ルネッサンスに、ルネッサンスとはっていうね、ことやってて、あれはすごい、もう本当に皆さんにはいい、私の視聴者の人はですね、多くの人は、簡単には絵は上手くならんぞと思っていてくださる人というかね、勉強熱心な人が多いので、やっぱそういう歴史とかもしっかり学びたいという人が多くいらっしゃると思いますので、参考に なるというか、すごいこう勉強に僕もなりました。ポンペイの壁画とか、そうか、確かにそう見るととか、あーすげえ、ポンペイの頃にも実はちょっと遠近法とかできてるやんみたいなんとかね、そういうので僕自身もやっぱ不勉強な部分がいっぱいあるなと、また改めて思い知らされたなっていう感じですけども、そんな感じの動画でしたね。よいしょ。ゆきちゃんは先生と一緒に描いてみようと思いましたが速攻諦めました。こんな描き方しだすってね、あまりこうね予想も立たんですもんね。
よいしょ。一回だけど、でもね、なんかね、油絵やったら、なんか模写かなんかとかでも一緒にね、やりましょうかみたいな感じがあっても面白いですよね。あんま働きたくないんですよね、基本はね。だから、2、3日前もこう、お金払うから、デッサンとかのなんかこう、ぜひこうオンラインでとか言われたんですけど、やっぱ若干やっぱめんどくさい気持ちが余ってしまうというか、そういうのから解放されたもんですからね。なんとね。よいしょ。ちょっと外側からこう決めるみたいな仕事とかもしていってますよ。この辺はウルトラマリンブルーとかかな。ちょっとこのね、鮮やかなブルーみたいなのの下地とかも、ちょっといろんな色を感じさせるような下地で置いておこうかなという感じでございます。ちょっとドライヤーかけますね。鬼コーヒーの出し方分かりませんでした。え、難しいですか？ぜひメールを一度ください。なんかメールを出し方分かる、カラーメールでもいいので。あカラーメールでもいいですんで。あれ英語できへんな。メールアドレスを、はい、どっかで探し出してください。出し方わからない人遠慮なくメールくださいね。メールでできるだけお教えしますので。カマキリちゃん、まあ鬼工業の方はですね、どうしてもですね、スマホで編集しているので、でスマホでこう動画化っていって、要はその画像化をするんですよね。動画化っていうんですけど、でその鑑定結構40分50分ぐらいかかるんですよ。自動と、まあ、書き出すみたいな感じでね。でそうしたらその間何もできないので、だからこうあれで撮影してですね、キャメラで撮影したら、その間、動画化をしている間また40分45分撮影できるから、昨日1日で8本撮れました。やったと思ったんですけど、音声がね。だからそういう失敗も許してもらえたらと思います。ちょっとずつね改良していきますのでね、お許しいただければと思います。ちょっとどの辺かなって、今当たりって言うんですけど、もう一回形を取り直すような作業をちょっとしながら、この辺かななんていうことをちょっとしながら、少しこう水彩が乾いてほしいから、あまりこう水をつけずにですね、少しこう描いていきながら同時に乾かしているということですね。私の絵の先生は YouTube の中の僕ですか？友人に笑われました。笑われるわ、そらな、そらそうですよ。まあもうね、本当にもう僕のなんか絵の先生、もちろんお師匠さんとかね、大学の恩師とかいるんですけど、一番はやっぱりこうあれかもしれないですよ。お師匠の名前忘れとんかって感じですね。レンブラント、ハルメンスゾーン、ファン・レイン先生ちゃうかなって僕思いますね。なんか一番なんか自分の中でこう見てきたかなという感じがしますもんね。よいしょ。なんかね、もう一からやっぱ巨匠から学ぶことのが多かったっていうか、巨匠からすごいこう学んできたなって自分では思いますもんね。巨匠であるゆえんがあるということを思ってしまうというかね。
少しこう2層目とかを書き出してますと。あ、 山田五郎さんのバックの絵が気になってしょうがないです。誰やったかな、誰かですよ、あの椅子に座ってはる絵ね、あれ誰のやったかな、なんか僕もなんかあの見たことありますよ、なんて方やったかな。あとあの彫刻とかもね、なんか山田五郎さんのすごいこう素敵なあれを趣味というかですね、自分で買われたのなって感じですけど、僕はすごい若い作家さんとかも応援してやんねやなっていう感じがして、あのいいこっちゃなと思いましたよ。本当にこう美術めっちゃ好きなんやなっていうのがよう分かりますもんね。ちょっと乾かなそうなんでティッシュで少し拭き取ります、すみません。ピッピッ、もう乾かないなとか時間ちょっとかかりそうやな思ったら、もうしゃあないのでこういうティッシュとかで拭き取ったりとかもしてもいいと思いますんでね、時間がいよいよあれへんぞとかっていう時とかは。よいしょ、熱い、熱かった、あああっち、よいしょ、ちょっとパレットを掃除します。コージエンさん床屋さんですか、いいですね、バリッと刈り上げてもうたらいいんじゃないですか。僕はバリッと刈り上げたでしょ。ね、暑かったんでもうバリッと短くしましたよ。ね、ガクアジサイ描いてグダグダになりました。あ、水彩紙は6号ぐらいです。これはね B5 とあ B4 というサイズです。B3 の水彩紙を半分に切ってますので、B3 は半分に切って使ってます。だから、まあ、ライブ配信で多くやるのは B3 または B4 が多いと思います。 B3 または B4、 大きい画面っていうのは B3 で、これ今日は B4 です。ピピピピピ、葉っぱのところですね、ちょっと変えていこうと思います。カドミウムグリーンペールかなんかやったと思うんですけどね。ピピピピピピ、まあ、この中にもちょっとまた同じようにこう黄色みがかってるかなとかっていう影のところももうかぶさってきてええかなと思いながら、あ、だから完全に乾いてないといかんのですけど、お、黄色みがかってるところがあるかなとか、あ、そういったものをこう書いていきながら、あ、ここアジサイやばい、ちょっと入ってしまったね。ギリギリここアジサイやったね。またこれは、紙は、何でしたっけ、何やったっけ、あの紙ですね、裏にあれがくっついてる紙ですよ、厚紙が。今日なんか物忘れどんどんひどいね。いつも使ってるやつです。まあ、20枚ぐらいいつもバッと買うんですよね。よいしょ。うん、ワトソンじゃなくて、何やったっけ、あれ出てこへん。いつも使ってるやつです。厚紙になって、後で思い出すと思いますのでね。はい。もう、ジジイ化がどんどん進んでおります。ジジイ化がどん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 進んでいます。ちょっとこの辺乾いてなかったけどね。それはそれで味という感ね。AI にできるもんか。へへへへへっていうことですね。何やったっけ、紙ね。思い出さんぞ。あかんわ。ジーカがひどい。出遅れました。あ、キャンソンボード。ありがとう。サンキュー、みちみちさん。さすが。ワトソンじゃなかったです。すみません。キャンソンボードでした。キャンソンボード。これね、厚い紙があるんですよね。厚紙。だからなんか水をびちゃびちゃにしても、反らない。でも若干これ実は反ってるんですけどね。そうです。キャンソンボードです。もうほとんどもうこれですね。ライブ配信とかやるときは。よいしょ。で、葉っぱのところはもう全体に、もう塗り残すということをせずに、もう葉っぱのところ、アジサイのところは、以外のところは、全体にこう、バーっとこう、グリーンを置いていってます。キャンソンボードです。サンキューベリーマッチ。さすがみちみちさん。若干私の助手さんみたいになってきましたよね。最近ね、助かってます。めっちゃ助かってます。
まあなんか仕事辞めて、困るなと思うことはあんまないんですけど、すごい困ってんのは、練り込み天ぷらっていうのを作ろうかなと思って、まあ妻に手伝ってもらうと思うんですけど、それは絶対一人でできないんですよね。あとは大概何でも一人でやってきたんで、できるなとは思う。あ、こっち塗ってしもた。また間違えました。それだけはできないんですよね。ずーっとこう攪拌し続けるんですよ。ガーッと。でその作業に関してはちょっと一人でできへんけど、誰か助手欲しいな思って、まあ、妻に頼むかなと思うんですけど、それぐらいかな。じゃん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 、もうみちみちさん近かったら絶対バイト代出してやってもらいますよ。すまんちょっと1万やるから来てくれっつって遠いですもんね。よいしょ。まあ、この段階でもこうちょっとこう濃いところとかも少しこう絵の具を置いておいてもいいかなと思ったら絵の具を置いてみたりとか、なんかこう葉っぱの中にも少し黄色を感じるところもあったりするなとか、そういったところにはちょっとこう黄色というか赤かな、赤を感じんなとかっていうところとかには少し赤を置いてみたりとかしようかななんていうふうに思ったりとか、まあ、完全にこの下の絵の具が乾いてから今みたいな仕事はした方がいいかなと思います。でちょっと茶色を感じるなとか思ったりしたら、なんかそういうのとかをちょん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 とこう感じさせてあげたりとか、してあげてですね。よいしょ。まあ、グリーンの中でもちょっと幅、いろんな幅があったりするなとかですね。よいしょ。また、さっき言ってたこととちゃうな。薄い目の絵の具でいくとか言ってたくせにだいぶ濃くなってきましたね。もうひどいもんやな。恐竜ちゃんの虫の歌聞いてました。めっちゃ可愛いよねあれね。ね、めっちゃ可愛いショート動画、なぜか23回ぐらいしか視聴されてないという。ちょっと妻が悲しんでましたね。はい、珍しく。今日の遠足に行く道中でなんかバスの歌ありますよね。それ歌ってましたよ。なんかめっちゃ可愛かったですよ。ちょっと絵の具が濃くなりすぎたなとか思ったら、なんかこう乾いた筆とかで拭き取ってあげたりとかしてですね、してあげてもいいのかなと思います。ちょちょちょキュッと、また濃い絵の具になってきたら全然あかんかったね。あれやっぱね、やっぱ濃いの好きなんですね。いったれってなるんですね、やっぱね、僕の悪い癖ですね。あ、よいしょ。これ見てくれるかな。よいしょ。まで45分ぐらいかな、経ちましたかね。やっぱなんか塗りたなってきますね。いやーし、油絵描きのなんか悪い部分がたくさん出てきますね。まあね、いろんな絵があっていいんですよね。本当そう思いますよね。本当そう思います。あ、この辺ね、 OKOK、 わかるぞ。この辺ね、 OKOK、 この辺ね、この辺ね、この辺ね。よいしょ。なんとなくこうアジサイのこうシルエットみたいなの見えてきたんじゃないかなと思います。これでもまたね、しっかり乾かしたいなと思うんですけど、まあこういう間になんかね、乾かしてる間になんか違うこととかしてもいいかなと。近くだったら速攻長谷さんじますと、束ねてくっついている水彩紙、剥がし方が難しいです。なんかね、肩の墓なんかビヤって入れたりね、するっぽいですよ。ともかさんもこんにちはと。鬼好評でご指導いただいた人物の目と指、なかなかうまくいかずゾンビです。あれかな、あの作品かな。ね、先生の本画では白を練り込み天ぷらで描かれたりするんでしょうか。基本的にはもう今しないですね。昔はね、練り込みじゃない普通の天ぷらで描いてました。
最後のこう描画みたいなので、ハッチングとかで描いてましたけど、今もう油絵でハッチングとかしてるんで、今もしなくなりましたね、昔と違って。なんかね、今もしてないですね。だから本当なんかちょっとこう水彩の色が欲しいなとか、あ、水彩ちゃうわ、油絵のこう濃い色が欲しいなとか、なんかそういった時には濃いとか鮮やかなね、天ぷらってすごい鮮やかなんですよね、顔料をそのままこう乗せるような感覚があるので、まあ、違うんですけどね、顔料そのまま乗せるとか言ったら語弊あんな、油絵はどうしても濡れた色になりますけど、天ぷら絵の具っていうのは乾いたあれになるので、顔料そのものの色に近いような、 あれになるのですごい鮮やかなんで、どっちかというとなんかこう鮮やかな部分とかに描きたい、したいなとかっていう時には天ぷら絵の具という、例えばなんか屋根の色がここのイタリアのこの屋根の色はちょっとこう あれしてみたいなとか、そういう時に使ってますね。書き込みに関してはやっぱ天ぷら、ね、細かい描写に関しては天ぷら絵の具と思ったりして、まあ、天ぷら絵の具のいつか作りますって言って全然作ってませんけどねいつか作ります、必ず作ります。おじさんは基本的には有言実行型の人間のタイプやと思いますので、でも、ま、全くニーズないやろうなと思ってるんで視聴回数悪かったらあれですよ、みちみちさんとか1日10回見るとかね、友岡さんとかに言われたから、友岡さん1日10回見るとか、それが課題ですからね、ね、もう1日寝る前に、その動画をつけて寝て、勝手に自動再生で、再生されるようにしておいてください。ちょっと今、完全に乾かしてから鼻の部分をちょっと色を塗っていこうかなと思います。まあ、固有の色と鼻の雰囲気が少し出てきたんじゃないかなと思います。葉っぱも少しですね、重なっていたりとかする感じも少し出てきたんじゃないかななんて自分では思ってます。また乾くのを待ちながらしてます。よいしょ。おい、アジサイのこちらの方で見てみますね。こんな感じです今ね。大きい土台悪くないでしょ、ドドドドドとね、こんな感じですよ。こんにちは、用事で遅くなりました。仕事中なので家に帰ってみます。パステルマンさん、またお越しください。桜と光の中で見に行ってきました。天ぷら画でした。桜と光、あれですか、あそこの あのあれですか、鶴の来る町ミュージアムまで行かれたんですか。前も来てくださってましたよね、確かギャラリートークかなんかの時、久保さんね、確かね、ありがとう、宮崎ですよね、ありがとうございました。またなんかイベントしましょうか、まあ、ちょっと忙しいが無理か有言実行型の人間ですからね。あそこの1階とかになんかね、ちょっとね、もともとあれは温泉施設みたいな感じなんですよね、あそこので、なんか1階とかにちょっと広間があるんですよ。あんなとこ突っ込んでなんか皆さんでね、なんかやりませんかみたいなこと言ったことあるんですけど、できそうな気がするんですよね。ワークショップ的なねことをやってみるのもありなんちゃうかななんて思ったりとかしてますけどね。ぜひやってほしいですと、ぜひ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 天ぷら動画楽しみにしてます。20回見て残り自動再生しますそうですよ、そこは本当皆さんお願いしますね。本当にね、もう絶対にめんどくさいんですよ、作るのもう分かってるんですよ。でもな、視聴 されんとやっぱね、若干やっぱそうやなと思うとね、落ち込むんです。おじさんだって落ち込むんです。だからなんかね、簡単に作った動画がたまに跳ねる時があって、ああまあそうやなとか思ったりするんですけど、よいしょ、ちょっ
ちょっと完全に乾くのを今一生懸命待ってますんで、その間アジサイよりちょっと離れたとこを書いていってます。でも面白いですよ、まあ、なんかね初めの頃は結構一喜一憂結構してたんですけど、あまりも最近しなくなりましたもんね、まあ、どうでもええわと思ってですね、一生懸命動画作るんですよ、もちろん楽しいし、でもなんか再生されんかってもまあまあ、なんか時間かけてじどーっとされてくるやつとかもあったりとか、でそういうこうアナリティクスっていうんですけど、そういうの面白いんですよ。で僕はどっちかというと分析型のこうタイプの人間やから、分析されているのとかが面白くて、でよく言うてます、隙間書きましょうみたいなね、もう この辺正直どこかどこか僕も分からないなってますけどねどこがどこやねんっていう感じですけど、ちょっと隙間をグググッとちょっとこう乾きを待っている間に、茶色と青を混ぜた暗い色にで、少しこう隙間産業をしております。でこういう時もやっぱ画面の全体を見ながら、その局部的にこうならないようにして、こう暗い色のバランスというのを取りながら、どのあたりに置いていったらいいかなとかっていうので、やっぱりバランスというのは常にこう取ってあげると。画面をね見ながらですね、だから手が無性にいろんなところにこう動いていくのが分かるんじゃないですか。オッケー、暑い、ガチガチに暑いぜ。今で50分ぐらいかな。構図も花のバランスもバッチリなんで、仕上がりもさすがになりそうです。まあね、本当スマホで撮った写真なんで、まあまあね、まあまあね、早めに知って予定開けたいですと。稽古川又さんも九州の方ですかね。トシさん、アジサイだいぶ浮かび上がってきました。天ぷら鬼再生リスト入れます。やっぱり数学得意なんでしょうね。そうなんです。数学は得意だったですね。親父がやっぱりすごい数学ができる人やって、で、父親の遺伝でしょうね。だから数学はすごくこう、高校を1年生まで、そこから文系に行くんで美大って数学必要ないのでですね、まあ、それまではすごいもう好きでもあったし、数学はできましたね。数学はできましたよ。どのくらいできたかっていうと、高校1年生の中間期末みたいな感じで5回か6回あるじゃないですか、試験って。1学期、2学期、3学期ね。あれ、確か1回だけ98点で、あと全部100点でした。で、遺伝なんですよね。でも本当に教科書とかが渡されて、1ヶ月ぐらいでも1冊解いてましたもんね。全部読んで、面白いと思って全部クイズのようにやってましたもんね。なんか、試験なんかでも、わからん問題とかがあったら、それを後回しにして、ニコニコしながら他の問題バーっとこう解いて、で、最後残りの時間でもいよいよわからんでも、ああ、これは答えこの辺かなって逆算しながらこうやってったりとかですね、何言ってるか分かんないですよねそんなことしてやって、そしたらあの答えがある程度分かった、やっぱそうかとか、なんかそんな楽しんでました。珍しいですよね。だからなんか結構こう放課後になんか数学教えてって、なんか女子たちに教えてた記憶あります。そっからなんか教えること自体嫌いじゃないんですよね。今もそうなの、こんなん絶対そうですよね。こんなアホみたいにあげる人いないですよね。多分教えるのは昔からそう嫌いではないんですけど、まあ、遅刻とかめっちゃ嫌いなんですけどねで高校2年生からもう美大は数学、僕はもう志望してたところは数学必要ないというので、数学の方はもう授業で、取らなく、このオペラめっちゃ使ってるな、文系に行きますって言うたら、その担任の先生が数学の先生やって、なんでとかって言われて、でもいやいやもう美大行きますんでって言って、で
いやもったいないとか言ってものすごい説得っていうかねされて、でうちの袋がもう三者面談行きたないとめんどくさいってもう嫌やとかって言って、でそんなんなったから親父がこう来てくれて、親父は短パンと、白い短パンと白いシャツ、いわゆるテニスルックですねテニスルックで来て、白いマルチーズを抱いて三者面談に来たという話どこかでしてるんですけどね。はい、うちの親父を描いた動画があるんですね。多分そこでしてると思います。もう3年ぐらい前の動画探し出してください。ちょっとこうアジサイさんの一層こう紫を塗ってみましたね。絵を描くようになって、美術って理系の素養が必要になって強く思いました。特に理科とか、もう理科はま覚えてないけど、まあ、数学的な部分は僕は結構必要なんちゃうかなと思いますよね。感性だけでという感じじゃなくて、やっぱなんかこう成り立ちとかですね、絵の具にしても何にしてもですね、やっぱそういうの必要なんかななんて僕は思うんですけどね。ただ闇雲にこう書いてたら、ひび割れ起きてきたとかなった時に、なんでですかって考えるか、あこれやからこうなんかなとかって考えるかっていうと、やっぱそういうなんか理系の脳みそなんやろうなと思いますよね。よいしょ、ジャイアンツ買ってますか。今日はグリフィンね、一番こう安定感あるグリフィンが投げてますか今日はね。はい伊藤千恵さんが見てらっしゃるかな。グリフィンが投げてますか。でちょっとこうゴロッとした花の感じみたいなのをもう少しこう濃淡あの影とか陰影をつけていきましたね。センター試験も受けるんですけどね、僕らの時は本当センター試験見てないやろうという噂があって、25年前の話ですからね、こう皆さん今の、あの受験生の人あの無視してくださいね。だからもう本当にこう試験もうセンター試験も 国語と英語で受け、現役の時は受けて、で一浪の時は一応なんか国語と英語で受けたかな。で受け直しの時は確かどっちが必修やったかな、英語やったかな、どっちかだけ国語と英語両方受けんでもよくて、で当時はあの2日国語と英語が別の日やったんですよね今はね、あの確か初日にはあるんですけど、でも僕はもうなんか国語をやってもうちょっと早く帰らなあかんのでとわけわからんこと言って、やったこともない、物理かなんかを、国語かなんかか英語かなんか一教科と物理を受けました。はい、その年受かりましただから当時はセンター試験は見ていなかったということを私自身が立証してみたわけでございます。ね、ちょっとゴロッとした形に見えてくるんじゃないですか。使ったことありませんが、ホルベイの製品でブロック型のスケッチブックを切り離すために、ブロックリーフというのがある、ありがとうございます。なんてこれ辰巳さん違う、なんていうの、牛虎さんでいうの、牛虎さんか、ありがとうございます。そういうのあるそうですよ。ブロックなんかまあ言うたらなんとかナイフみたいな感じでしょうね、切れないナイフみたいな感じのものじゃないですか多分。予想を立ててみました今ね紙と紙の隙間に入っていくちこっちゃでしょ多分ね。鶴の車町ミュージアム鹿児島県泉市ですと、素敵なお父さん、ね、親父がねなんかねあんまりこう反対せんかったんで、本当は多分まあね、まあ、僕はもうなんか親父がそういう風にこうなんか会社の人にやっぱり一応こう僕がこう美大に行くっていう行きたいって言うてる時に、会社の中に玉美の出身の人がなんかいたそうなんですよ。でその人がいいんじゃないって言ってくれたそうなんですよね。たまに大阪とかで個展するとその未だに親父のこう会社の元同僚の人とか来てくれますよ。あら久しぶりっすねとかって言って、うち来てなんかバーベキューしてましたねとか、なんかねそんな感じで大きな作り2層目っていう感じで、だいたいできていきました。
やっぱり自分自身で決めつけないで興味の幅を広げないといけないなって感じですという。親父豪傑で親父ね、今思えばいろいろ面白い話があるというね、何回か話はしてますけどね、またね親父のお話でもしてもいいんですけど、まあ、62で亡くなってるんですよね。だからね若かったんで、僕も先日健康診断行きましたけどね、もう妻にかなり反強制的に、あすみませんやっぱ眼科系なんでうちはですね、うん、よいしょ、うん、でこう例えばアジサイのこう隙間とかに見えるもうこういうところになってくると、ちょっとずつ慎重にこうなった、やばお兄ちゃん来た予想より早い、お兄絶対これ来よるわ、あこんかったドカドカドカっていう音はね、お兄ちゃんなんですよね。よいしょ。で、なんかこう、外側からもちょっと形を決めてあげるような、ここ、カマキリオルでお兄ちゃんな。よいしょ。ちょっと静かにしときますね。気づいていないみたいなんで。うさいの来るとね、今まだちょっと全然今来られたら困るという感じなんで、うさいの来そうでしたね今ね、うん、よいしょ、でまあ定年したら、まあ、九州の方に移住してこようかなみたいな感じだったんですね。よいしょ、シャーズナブル、美大に行きたいと言ったら、それで飯が食えるのは一握りだからダメだと三者面談で説得されて工学部に行きましたまあね、今の時代はもしかしてもうね、まあ分からんけど、いろんな勉強の仕方もありますからね、こうやって YouTube でもそうですしね。昔はなんか本当にこう美大に行かんとみたいなとこあったと思うんですけど、今は本当なんかいろんな勉強の仕方あるし、それを提供できたらなと思ってたりするところがね、私自身もありますので、なんかね、うん、本当そうですよね。まあ、僕も一握りに入ってるのかもしれないですけど、まあでもいろんな業種に行きましたよ。もう本当にもう卒業ぐらいまで全然こう喋らんかったお友達というか、あの同級生60人しかいないというか、60人油絵家だけで60人なんですけど、で卒業式の時にほぼあんま喋ったことない子から、いやもうその子はなんかすぐに教員採用試験受かって、え学校の先生になるんやねなんて話したら、いやもう義足みたいには書けないよとかって言われて、あそうなんやとかって思って教員採用試験をちゃんと受けていた同級生の中ではかなりこう稀有な超就職氷河期の、2000年卒業なので、皆さんぜひ調べてみてください、就職めちゃくちゃ低いので、就職率とかね、そんなことを言われましたもんね、とかそんな風に思ってたんやみたいな感じで、彼はなんか福井とかあっちの方のなんか学校の先生になったような気がするんですよね。北陸かな、地元やったのかな、ちゃうかったのかな、しょ、うん、少しアジサイの方を描いていきましょうかね、細かくね描いていこうかなと思います。よいしょよいしょよいしょ、ブロックリーフですか、ありがとうございます。いいですね、こうやってね皆さんにね教えてあげて、いけるっていうのはすごいいいこっちゃなと思います。よくしょ、おじさん老眼なんで見えないので、まあやっぱある程度は一枚一枚書いていくという感じで、まあ一枚一枚とまでいかずとも、まあその周りを書くって感じですけどね、少しこう
ちゃんとあるよということを書いていかないと、やまあざっくりこの状態でもいいとは思うんですよ。でちょっとこうもうちょっと書き込みたいなと思われる方は、ちょっと一枚一枚を周りからこう書いていかないと、まあ、正直どこ書いてるかあんま分かってませんが、書いていかんといかんかなと思います。もうそれは書く絵によってです。もうざくっと終わらしたいという人はそれでいいと思います。もう何でもいいんです。よいしょ。これは、オペラと紫を混ぜたような感じの色ですね。まあ、パレットちょっとちらっとしか映ってないですけど、この中でも赤系とか紫系とか少しこう分けといたりとか、ちょっとこう青みたいなのも感じるようやったらば、こういうこうなんていうの、スカイブルーみたいな色みたいなとかね、よいしょ、静かになってすみません静かになってすみません。いやでも本当になんかこう、これから美術目指すって人に対してはやっぱり僕はやっぱりこうだいぶ一生懸命こう真面目に考えやんといかんのちゃうかなという気もするし、今勤めてる方とかでももう一度こうなんか再学習していくっていうか、まあね、していくぐらいの気持ちがないと、なんか本当に仕事が突然奪われてしまうんちゃうかというのはもう危機感、まあ僕はねもうなんか適当に生きていくんですけど、はい、でもこれから目指していく人とか、今まだキャリアをあまり積んでない人とかに関してはやっぱり相当こうですね、AI とかっていうのをちゃんとこう注視しておかないといけないんちゃうかなと。もちろんその今その生成 AI とかっていうので、違法なコピーの感じのものとかがいっぱいあって、やっぱり規制しろとかっていうこう動きみたいなのがね、海外では結構もう先にあったらしいんですけど、日本はだいぶ遅れてるというようなことを教えてくださった方もいて、で、まあもちろんそういう風な流れになってきて、規制とかはしていけども、でも限界はあると思うのと、逆にこう、生成 AI と呼ばれるものが、もう膨大なこう、ディープラーニングですね。もう膨大にやっていくと、その元ネタがもう何千万、何百、何億、もう、それぐらいディープラーニングしていくわけですよね。そうなってきたら元ネタもヘッタクレモンもなくなるぐらいまでなってくると。じゃあそうなってきなすいません、ダラダラと脱線してしまいました。英語国語はどうにかですが、理系はすってんてんでした。共通一次一期生で一次がガチダメで美術科受け入れず、約束通り、地元の短大でしたと先生と同い年の受験ですが、一発目の英語で、撃沈した苦い思いがそうですか。62歳は若かったですね。うちの親父は55で心筋梗塞で亡くなりました。まもなく78歳ですか。元気でございますね。そうそうそうね、今はもう本当80、90、100、120、150歳時代ですからねでももうその頃にね、何してるかなんかあんま考えてもないですけどね、どうなってるかね。でもね、こう自分の好きなことがあるとかっていうのはやっぱいいことですよね。本当に絵を描くこととかでもね、頭使うっていう、悪いとは言わないですけどね、本当になんかゲーセンとか行くとすごいですよ。おじいちゃんおばあちゃんたちがめっちゃおってええと思いますもんね。それよりね、やっぱ頭使った方が、あんま使わないんでしょパチンコって。僕ほぼしたことないから知りませんが、まあ、パチンコは悪いとは言ってないですよ。パチンコもいいですし、競馬、競輪、麻雀、なんでもいいですけどね。ただこう、やっぱクリエイティブ、クリエーション、麻雀とかクリエイトするのかな。適当なことをいつも言ってます。本当に適当なことですよ。真面目にあんまり聞かないでくださいね。
いしょ。まあ、もっと本当カチッと書きたかったらやっぱり初めから形みたいなのはすごいしっかり取られるといいと思いますし、僕はそんなねあの形に関しては今回はザザザザとこう進めていきましたので、ぜひその形とか取られるかで本当にもういよいよ写真と同じように書きたいと思ったら転写されたらいいんちゃうかなと思います。よいしょ。やっぱ濃い水彩になってしまいましたね。いや無理、濃い水彩になってしまったねえ。今回は我慢するぞと決めてスタートしたつもりだったんですけどね、また濃い水彩になってしまいましたね。いいんですよね、皆さんもねその辺ね伸び伸びとやられたらいいんじゃないですか。だから親父は早稲田の、理工学部だったんですね。本当かどうか知らんけど、東大紛争の時で入試がなかった年だったんですって、親父のが。俺は東大に行けたと言い張ってましたよ。岐阜高校の出身です。多分頭いいんでしょ？自分では言うてましたよ、頭いいって。親父の話、面白い話いっぱいありますもんね。よいしょ。もし質問があれば遠慮なくしてくださいね。多いね、131に。どうですか。皆さん書けそうな気します？わからんけど。ね、影とかを作っておいた上に、絵の具を重ねていったりとか、もう本当初めての方も遠慮なく質問してください。もう何でもいいですよ。また、何回も同じ質問でも結構ですよ。何でもいいですよ。うん。好きなお酒は何ですか？でもいいですしね。焼酎ですとかね。なんでジャイアンツのファンなんですかとかね。もうね、もうジャイアンツ別にこう、ファンになりたくてなったわけじゃないですもんね。気づいたらもう親父が好きやったから、まあね、その昔の世代は、名古屋っていうか岐阜の出身やから、あれかなと、中日ドラゴンズかなと思いきや、ね、なんかもうジャイアンツ、親父がファンやったからというのでですね、洗脳に近い形でジャイアンツファンということで、もう洗脳ですね。よいしょ。九州でしたか。船橋からはねなかなか行けないかな。数学なんて最悪、割り算考えるのが、皆さんね、描けそうと思っちゃっています。描き始めたらあれってなる感じです。あ、関係ない質問です。プリンさんいいですよ。芸大受験生なんですが、いいですね、色彩をかっこよく見せるコツなどありますか。芸大受験生なんですが、色彩をかっこよく見せる、 もしプニーさんもうちょっとよかったら、そのどの辺何かとか、油絵とか、あの、日本画とか、デザインとか、なんかその辺教えてもうたら嬉しいな。その平面構成なのか、油絵なのか、だいぶそこのとこで話が変わってくるかなと思うんで、よかったらそこ教えてもらえますか。ねえ、何年やってたかな。7年間ぐらいその水道端っていうとこでやってたんですよね。で、高校生の担当だったんです、大体。なんでかっていうと、結構サボらせてもらえるというか、大学生だったんで、博士課程、大学院、学部の3年生から博士課程までやってたんですけど、一緒に組んでた、T 先生っていう先生が緩くて、上野まで行くんです。東京芸大のね、上野まで行って、清須区
でちょっとビールでも飲みたくなってちょっと飲んでしまったりとかして、そうするともう絶対行かないですもんね。そしたらちょっとまた大学戻りたいなとか思って、電話してですね、水道バタンに電話して、携帯電話からですね、当時出だして間もなかったかどうか、すみませんお腹痛いんでって言って、お、みそ今日もお腹が痛いんだねとかって言って休ませてくれてですね中間部はなんか何曜日と何曜日来いって決まってたんですよ。1年間だけやったことあるんですよ。1年間だけ。もうその話も何度かしたことあると思うんですけど、1年間だけやりました。で、その時組んだのが今の学園長です。今学園長をやってる、もう名前出していいから、関口さんっていう人です。はい。関口さんは、水道端の中 YouTube チャンネルの彫刻家がなんか学園長を作ってみたみたいな、あの彫刻とかがありますので、見たら、あ、このヒゲのおっさんやなってすぐ分かります。あ、ヒゲのお兄さんやなって分かります。今失言がありましたことをお許しください。はい。あ、水道端の資料が僕の書いている画塾にも置いてありました。どこ、あれどこ行ったっけ。あ、狂言のデザインか。狂言のデザインか。狂言のデザインの平面構成ね。え、狂言、どこに通ってるのか、まあ、言わんでいいですけど、僕はなんかね、大阪の中之島美術学院っていうところに行ってて、で、そこの人たちは狂言の人がものすごい多くて、で、僕がなんか高校2年生から通い出すんですけど、で、まあ、今言ったように、ちょっと勉強もできたんで、もう狂言受けるもんやと思ってたみたいで、それで、でもいやいや僕東京行きますって言って、めっちゃ驚かれたことを覚えてますよ。で、それで色彩ね。どうやったらいいかな。色彩って基本的にはやっぱりこう、その人の好みとか趣味なんですよね。で、その好みとか趣味っていうのを、なかなかこう僕は変えることはできないと思うんで、変えることはできないけど磨くことはできると思うんですよ。だからこういうのが好きですと、こういうのが好きですと。で、例えば今やったら本当にこうピントレットみたいな、なんかああいうので、とにかくなんか好きな画像とかを、もうとにかくピントレットでしたっけ、もうとにかく集めて、もう世界中の画像を集めて、で、なんかこう、その中でも、あ、自分、それを、その画像とかを友達とかに見せて、あれ、何々ちゃん、プニちゃん、なんかこれ、プニ君かな、プニちゃん、プニ君、君、結構こんな色使いの集めてるね、とか、まあ、親でも家族でも身内でも何でもいいですよ。なんかその、集めてるね、とかっていう客観的な、こう、情報みたいなのを得れたら、それが自分にとってもしかして好きな色とかやったりするっていう、その客観的に、こういうのが好きやなって理解できたら、そこからこう磨いていくっていう、あ、このあたり好きなんやなっていうのが分かってくると磨いていきやすかったりするんで、まずそういう作業を膨大にこう始めてみるっていう、今やと便利やからね、ピントレットとか、何やったっけ、ピントレットなんか言うねって感じだけど、で、それでなんかこう、あ、この辺の色を結構好きで、もしかして集めてんなとかって分かってきたら、なんか絵の中でそういうのとかをうまく使っていけたりとかすればいいんちゃうかなっていう気がするんですけど、で、あとはなんかこう、平面構成とかって、なんか、僕も大阪の予備校でやらされて、本当にこう、四角を描いて、ただ直線みたいな書いて、そこにこう色をこう、これは寒さを感じる、平面にしなさいとか、なんかそういうのやらされた記憶があるんですけど、あとはなんか本当に、これを見せたいから、じゃあ脇役の色をこう置いてあげようとかっていうこととかしてあげて、なんかそういう風にしてこう、訓練していくんちゃうかなっていう感じがしますんで、ごめんなさいね、答えにあんまなってないかもしれんけど、なんかヒントにはなるかもしれないんで、街を歩いててもなんかね、例えば、自分が思うおしゃれな人ってどんな人とかっていう、こう、目で見てあげたりするんですよ。そうしたらなんか見えてくるんですよね。あらって。で、自分の基準値が できてくる。そういうなんか基準値ができてきたりとかすると、意外とこう、センスとかって磨かれてきたりしますよ。ごめんなさいね、答えになってんかもしれんけど。嬉しいし、いい質問やったから、なんか自分なりに一生懸命答えました。
ぜひぜひ頑張ってね。本当でもそういうのすごい大事ですよ。だからそういう自分自身の要はアイデンティティっていう部分やったりすると思うんですけど、なぜそれが好きなんやろうみたいなところまでこう考えていったりして、あだからかとかっていう何かが見えてきたりすると、それがアイデンティティっていう、まあ横文字で言うと自我同一性って日本語で言うとねっていう言葉になってくるんですけど、わからん、ややこしいと思いますけど、またね、見返してもう一回何度も見てみてね、この動画で。そしたら、ちょっと理解できると思うんですけど。まあ、それは要は、一人一人は違いますよっていう、簡単に言うとね、そういうことなんですよ。で、そういうことを理解しっかりできている人っていうのが、やっぱ AI 時代とかには、やっぱりこう強いというか、そういう人には、ちゃんと仕事来るし、なんか作品作るにしても、デザインするにしても、なんかこう最終的な判断とかって AI じゃなくてやっぱ人間が最後ね、これで OK って出すのは人間やったりすると思うんですよね。クライアントからなんか仕事が来て、で AI にある程度こうやってもらうことはできると思うけど、最終的な結論とかは出すと思う、その人がね。でその時にやっぱりその人のアイデンティティみたいなのがしっかりないと、なかなかこう判断とかできなくて、指示待ちの人になっちゃうっていうかね、教えて教えてどうやったらいいのとかってなっちゃう。でそうなるとそういうのはもう全部 AI が仕事持っていくよっていうことですな。ダラダラと。ピンタレスト、ありがとうございます。みちみちさん。ピンタレストからありがとう。ピントレストやって。はい、ありがとうございました。お父さん語録もたくさんありますよね。ありがとうございます。サインについてですか、公募展などを応募する際はなくても問題ないでしょうか。あ、なくてもいいですよ。全然なくていいと思いますよ。もうなんか絵の中に溶け合わせてみてもいいんですよ。僕のなんか教え子めっちゃ溶け合わせてる子いますよ。もう嫌やからって。でも画廊から書いてくれって言われるから書いてますって言って。ほんまにこんなね、今ここに書きますよ。ほんまにこんなところにね、こんな感じで、おーぎーそと。ほとんど見えへんサインしてるやついますよ。全然。だいぶこれ色違うな。ピンタレストです。ありがとうございました。すいません。ジジイです。ピントレスト、ピンタレスト。ね、あんなんでバーッと集めまくって今便利ですよね。だからね、なんかね、でもただなんとなくわーなんかかわいいとかって、なんかわーいいなーとか、あーこれなんかなんとなくとかってぐらいに使うんじゃなくて、もう自分のアイデンティティ、自分のなんかを見出すためにとかっていう風に使ったりできるんちゃうかなと僕は思うんですよね。まあ、実際それやらしたんですよ。はい、それで持ってきてって言って、見せてもうたりしたこともあったりありました。ええー、なんて。あ、こんな好きなんやとか、もうわからないじゃないですか。おじさんになるとコミュニケーションがね、全然できないからですね。どんな好きって聞いても、なんか、口で言われてもなんかようわからんわっていう感じになるから、その画像でこう、ぜひ持ってきて見せてとかっていうことをしたりとかもしたことあります。親父の名言集。ありますよね。先生と呼ばれる仕事になるなと。先生は医者と弁護士だけやっていう名言ね。おもろと思って。よいしょ。まあその三者面談に来て、もう学校の先生から、その美大なんか行ったら先生にぐらいにしかなれませんよって言われたんですよ。本当に言われたんですよ。たら親父が突っ込んだんですよ。あなた先生ちゃうんすかみたいな。そういうね、親父です。面白い親父でしたよ。先生ぐらいにしかなれないと先生に言われるというね、謎のね、時代ですよね。いや、頑張ってくださいね。勉強も必要やもんね。何な教科とかあるんかな、なんかよう分からんけど。ね、結構でもやっぱある程度こう、もちろん何でもそうやけど、学力とかっていうのは、でも今の時代はなんか覚えることの学力じゃないね、学力のつけ方っていうのを身につけていけるようになんかなっていかんといかんっていうかね、そんな判断できないんですけどね、なかなかこう試験とかでそうなってこんといかんやろなと思って見てるんですけどね。入試とかもね、あんなひたすら覚えてもなんかね、中間テストなんかもね、やって、うわーって僕なんかも教科書何日間、2日間、3日間ぐらいで、ダーッと覚えて、その帰り道のね、ファミレスで全部忘れてましたもんね。友達とくっちゃべってたら全部忘れましたもんね。あれ何やったやろと今思いますもんね。英語の単語とかうわーっと覚えて、もう帰り道のね、ガストで全部忘れてましたよね。みんなもそうじゃないですか。
先生はとても奥さんや子供さんを大切にされてとても素敵ですね。お父さんも、あ、親父もそうやったと思いますよ。あの息子のこと大好きで、もう本当僕がこう、まあ、あの作家さんでデビューした、あとはあのデビューというか学生時代とかなんですけど、あの東京まで、の大阪の会社やったんですけど、あのよう見に来てくれました。よう出張そんなできんなとか言うてましたね、僕がね。ただいや部長やからできんやとかわけわからんこと言うてましたよよう出張で東京まで来てくれて、なんかね、よう覚えてますよ。なんか展覧会の初日かなんか来てくれて、お酒を大量にこうあの買って、持ってきてくれて、みんな今日あれやろうって言って、あのオープニングで飲み会やんやろうって言って大量に買って、それをボンと置いて帰ったりですね。結構僕がこう教育実習に行った時に、親父とお袋となかなかこう帰省できへんから、まあ東京におって奈良に帰って、奈良の高校の教育実習に行って、でちょっと晩飯でも食いに行こうかって言ったら、焼肉屋に行ったんですけどそしたら同じこう焼肉屋でどっかの運動部の女の子たちが打ち上げみたいなしてて、あ、教育実習の先生ですよねとかって言われて、あ、こんにちはなんて言うて、で、なんかまあそれで帰ったんですけど、次の日その子たちがわーっとこうあの美術準備室みたいなとこ来て、あのすみません、昨日あのお会計払ってくれたんですねとかって言って、え、何のことって言うたら、親父が全部払ってくれてたらしいですね、昔の人ってそういうところありますよね。全部払ってくれてて、ありがとうございましたとかって全額払っていたという話とかね、そういうのなんか数え出すといろいろありますよ、なんかね。いつもなんかね、あ、まあやめとこうぜひお父さんの話聞かせてください。私は父は56歳で死別しました。プニさんありがとうございます。早速、あ、ピンタレスト保存した画像を学校の美術のせいで、あ、いいと思います。それね、本当にね、あの友達に見せたりね、あのピンタレストを見せ合ったら、あの個性っていうの見えてきたりします。そうするとね、色とかもね、自分の好きな色とか出てきて、でそうするとね、ちょっとずつ世界の見え方が変わってくるんですよ。あのデッサンとかを始めた時に一番初めに変わる見え方としてあるのは、あの透視図法だと思ってるんですよ。初めになんか透視図法、奥に行けばちっちゃくなるとかあるじゃないですか。あれをなんかこうまずこうなんていうか教わると、そういう風にこう世界がこう見えてきませんかね。でそんな感覚って結構あるんですよ。で例えばあの日常で街歩いてたりとかしても、あの雑誌の表紙とかでド派手にしていくパターンとおしゃれにしていくパターンみたいなのがあったりとかして、わ、これをおしゃれにしていくパターンやなとか、そうなると内装とか中とか本読んでも、あ、これってこういうこうデザインで、あ、こういう色彩でとか、なんかそういう見え方とかがしてくるようになってきたら、すごくこう面白くなりますよ。多分デザインやられていきたいんやったら、よりそういうの必要になっていくと思いますんで、そういうこう力は、あの日常からこう磨いていくということが必要な、今日めっちゃいいこと言ってる気がするな、ね、いい質問やったからですよ。本当に僕からなんか あれをあげたいぐらいです。スパチャをあげたいぐらいですと言いながらだいぶ進んでまいりました。1時間半ぐらい経ったでしょ。すごいでしょ。もうあのタイムスケジューラーと呼ばれてます、まあ、妻からね。ちょっと明るいかな画像がな。8回裏、11、あ、ちょうどいいな、終わろうかな。もともと愛知県芸かな、受けようと思って、外塾の先生に模試の結果見せて、教芸勧められた。あ、じゃあ勉強できる方ね。京都で絵を描けるって素晴らしいだと思って、志望校教芸にしたんです。あー、いいと思いますよ、京都ね。京都もすごい素敵です。愛知もいいですしね、いろんなとこいいですけど、教芸、京都いいと思いますよ。まあ僕は、出身奈良なんで、ライバルなんですけどね、まあライバル、ね、古都といえば京都なんですけど、もっと古いのは奈良じゃないですかね。なのにね、もうなんかほとんど虐げられてるというかね、いじめられてるというかね。あの三都物語ってあるんですけど、あの昔谷村新司さんがね歌歌って、昨日今日は知らないでしょ、ごめんプニーさん知らんでしょ。でその中三都といえば大阪、京都で、皆さん もう一つどこやと思います。当然奈良だと思うじゃないですか。はい、神戸でした。ひどい。ひどい。ね。癒しの北海道さんね。癒しの風景北海道。なんかあんま吹き取れへんね。
という感じで、もうちょっと書こうかな。もうちょっと書き込みますね。こう中ええ感じにいってるから、また隙間をもうちょっと強く書いていきながら、あと10分15分で終わろうと思います。ありがとうございました。本当ね、こんなおしゃべりしながらなんかこの時間で書き上げていくという、このね、今日特にいい質問やったな。そう、僕ね、本当に色はね、ある程度センスっていうところもあるんやけど、それをかなり磨いていけるもんやと思ってるんですよ。で結構ね、それをね、なんか学校の先生とかで、もうお前色のセンスないなとか言って一刀両断する人いるんですけど、いやそんなん言わんといたりやっていうね、18、19ぐらいでそんなセンスなんてね、である程度はやっぱり好きなものっていうのはあると思うんですよ。それを磨くという方法は絶対あると思ってて、でそれはやっぱりこうなんか認知するっていうことやと思って、ね、自分はこういうのが好きなんやとか、こういうのやっていう認知から始まって、そこから磨いていくという作業やと思ってるんですよね。僕も実は色彩感覚、お兄ちゃん、お兄ちゃんすごいね、ちょうど終わったところなんです。あ、いいよいいよ、 ありがとうございます。お兄ちゃん来る、いいよいいよ、おいで、もう終わるわ。どう、キエちゃんって言って、キエちゃん、でかいな声がちょっとこっち声の、あ、来ないみたいですよ残念でした。はい、出ていきました。なんとなくそう思ってますよ、色彩に関しては。だから私色のセンスないわと思ってる人も、 今みたいなことをちょっとやってみたりとかですね、されてもいいと思いますしね。僕はあんまりセンスがいい方ではないです。はい、でもなんかこうですね、高校生ぐらいの時はめっちゃセンスのいい子とかいるんですよね。でそれがめっちゃ、うるさ、めっちゃそれがコンプレックスに感じることってあるんですよ。でも多分、例えばすごい日常でこうおしゃれにすごい気を配ってたりとか、で案外そういう人ってお姉ちゃんがいたりとかしておしゃれやったりするんですよねだからあんま気にせんでいいですよ。それはもうなんかお姉ちゃんからなんとなくこう、そういうのが刷り込まれていてっていうことぐらいやったりするんで、それはなんか大人になっていくとあんまりこう、どっちかというと差がなくなっていく部分ちゃうかなと思いますんでね。という感じでございました。アジサイ書いてみたくなりましたか？1時間半あれば皆さんだって楽勝で書けそうでしょ。多分書いたら落ち込むんですよね、そういうもんですよね。よいしょ、画面の数字小さいですよね。画面の、お兄ちゃんわーわー呼んでくれてありがとうお父様長生きされてたら、現在先生見られたら喜ばれるでしょうね。いやー、どうなんかなでもまあ本当に古典とかも、昔は雑誌とか載ったやつ全部もう、Facebook とかで、僕がそう、こういうの載りましたって言ったら全部取り寄せてましたもんね。だから僕よりも僕の、雑誌とか持ってましたね。全然僕がその武将やからですね。あー楽しかった。ちょこっとねこう画面は明るい目に映ってますけども、もう少し、本当は本物はもうちょっと暗いかなとは思いますが、もう少し最後細かい描写を、老眼をのマックス、もう何箇所かだけでもしっかり書いてあったらある程度ね、アジサイに見えますしね。よいしょ、楽しかったですか？いい質問があったから本当にもうまたね、僕がなんか楽しくなりますので、すごいね、大事なことなんですよね、色のなんかことね、すごい大事なことで、うん、それはまたね、人によってもこう好き嫌いみたいなのもありますからね。よいしょ、はいよ、あ、もうすぐ終わる、まだ終わってない、いいよいいよ、来る、もう来へん、トウ君来る、トウ君だけでも来る、お兄ちゃんもうどっか行っちゃったから、
嘘パパのとこ行くって、トコ君おいで、おいで、うん、ということでですね、はい、なんかトコおいで、トコおいで、お兄ちゃんは外に行き、パパがあれやってあげようかねえ、ね、カンカンサイン、うわカンカン、おいで、バイバイ、おーいて、おーいて、おーいあ、ごめん。というわけで、マスキングテープを外してみます。外してみるよ。ピピ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 ピあ、はらんでいかがですか、どうですか、1時間半ほどで、書いてまいりました。ありがとうございました。トークンってほら言ってるよ。おーいって、おーいって、ありがとうございました。ハートが来てる。お姉さんがいる人、そうですね。代打、中田、綺麗なアジサイ作品素敵ですということでね、ありがとうございました。可愛いです、ありがとう、ちょうど来てくれました。じゃあ、ということで、トゥッシュトゥッシュ、あ、投げキッス、ちょっとやってて、ちょっとやってて、投げキッスです投げキッスです、もう一回、はい、投げキッス、もう一回、ちょ、カンカンが好きです、電車が大好きですというね。電車が好き、飛行機、飛行機何が好き、赤、赤、ピーチが好きですということで終わります。ありがとうございました。以上です。バイバーイ。バイバイ。終了。